どうも、前回ちょっとまあ、キリが悪かったんで切ったんですけど、まあ次、ここを読んでいきたいと思います。なぜなら、クリスは、トラスト、信じる、彼女の先輩を、トゥーザ、エクステント、範囲へ信じる。ちょっとね、こういう意味のわからない言葉が出てきたときにどうするかっていう。まあ、要するに、こういうなんか、範囲へ信じる。まあ、これがこの、そもそもトラストにかかってるのか、そもそもこの先輩っていう名詞句を修飾する形容詞用法なのか、まあ、この前置詞句はですね、普通に副詞用法でこのトラストっていう動詞を修飾するのかわからないときは、まずこのトラストっていう動詞でググってですね、そんでまずこのトラストっていうのが、このハー先輩っていう、この前置詞なしの、名詞っていうのを目的語として取って時点で、まあ、まずこれが動詞用法であり、さらにその他動詞であるという、他動詞用法であるということが確定していて、さらにプラス2がついていることから、まあ、他動詞プラス前置詞、もしくは他動詞で目的語プラスその前置詞もしくは to という用法の部分を探せばいいわけですね。というわけで、まあ、名詞用法ではないので名詞はスルーして、動詞のこの他動詞用法というところから目的語プラス前置詞、これですね。目的語プラス前置詞プラス名詞というのはこれに当てはまりますね。目的語プラス前置詞プラス名詞ですね。というわけで、これなんですけど、大事なものを人に委託する、預ける、任せる。つまり、信用する以外にも、まあ、このような意味があると。大事なものを、をがつくから、これが目的語で、誰かにとかどっかに委託するっていうのが、to を使った、まあ、前置詞で表されると。つまり、ある場所もしくは人に預けるっていうことなので、つまり大事なものという目的語を修飾しているわけではなく、そのトラストという名詞の、まあ、動作によって目的語が向かう先を、まあ、表しているということですね。なんなんえみたいな、なんなんえ預けるみたいな感じですね。ここでも、まあ、例文にもあるように、 I will trust the、 こっちか、I will trust the data details to the branch manager。 私はこの詳細を、マネージャーへ任せるという感じですから、まあ他にも一応、こっちにも目的語 to do はあるけど、この do が動詞なんで、まああれ、違いますね、名詞とは。まあ他にもこういう目的語プラス for プラス名詞とかありますけど、まあ自動詞は関係ないんで、はい。自動詞は、ここに目的語があるんでですね、はあ先輩という。自動詞は、自動詞ではないですね。というわけで、クリスは、彼女の先輩に、いや違うか、ちょっと待てよ。なんだっけ。大事なものをどこかへ預ける。クリスは、大事なものである彼女の先輩を、この名詞、ある範囲へ預ける。まだちょっと意味わかんないですね。いや、そんなシーンはなかったです。今度はこの名詞をちょっと調べていくと、この大きさ広がり範囲以外に、まあ、この程度っていう、限度っていう用法がある。まあ、大きさとか範囲、広い土地、日本全土、程度、限度、かなりの限度まで、ある程度。まあ、つまり、
彼女は先輩をある程度まで信じているですかね。彼女は先輩を信じる、ある程度まで、ある程度まで信じるみたいな副詞的なかかり方ですかね。おそらく先輩をある程度の、なんていうかな、範囲、場所ではなく方向を表すから、to は場所、まあ場所は場所なんだけど、信じるその方向はある程度というのを方向で表している。まあある程度へ信じるとは言わないか、日本語ではある程度まで信じるみたいな。まあでもまでっていうのもある意味方向を表しているか、ある程度という到達点まで信じるみたいな。 to はそういうとこあるからな、到達点を表すとか。つまりそういうことですね。ある程度まで信じているから。でこのざっと説が、今度はそのある程度とはどの程度なのかっていうのを説明していると思うんですけど、 She would leave the Kyoma to no other than Maho。 まあ彼女は、まあ、leave っていうのは何かを残して去ったみたいな感じなんですけど、この目的語が今日まであるんで、今日まを残してどこかへ去ったと見るべきか。つまりこの to が表している、そのこれをまあ場所として、この場所へ去ったのか、もしくはその今日まをここに残して去ったのかっていうのはまあちょっとわからないので、まずそこを見るために、まあ、さっきと同じようにこの leave でググって、leave、目的語、まあ、他動詞ですね。目的語を取るので。leave 目的語プラス to もしくは前置詞の用法で、まあ、探します。leave、動詞他動詞、目的語プラス to ですね。for じゃないんで。目的語プラス副詞、これも違う。目的語プラス直接、いやこれも違いますね。目的語プラス前置詞で、その前置詞が to。 あ、これですね。目的語プラス to プラス名詞、これですね。まあ一応この to 以下もここも名詞句なんで、一応おそらくは魔法でしょ、格が。なんで、まあこれですね。人に財産を残す。つまり、leave、その残すもの、その残すものが行く先。まあ、he left his wife。ああ、こっちか。he left、彼は、300万ポンドを彼の妻に残して死んだ。つまりですね、彼女は京馬を真帆のところへ残していったってことですね。これはつまり真帆のところへ行ったのはクリスではなく京馬ですね、この場合。つまりこの to というのはこの leave ではなく京馬を就職しているんですね。京馬が真帆のところへ向かった。まあ、もしくは、その、彼女が、京馬を、リーブした結果、真帆のところへ行った。だから、まあ、結局、S、V、O、C の関係なんですよね。まあ、これは前置詞が入ってるんで、その、まあ、P なんですけど。で、あとは、ここの、わけわかんない、こうなんか、この代名詞と、まあ、この other と、ザンと形容詞接続詞、名詞とかいう、このわけわかんない。まあおそらくイディオムなんですけど、まあこれを解いていこうと思いますが、まあちょっと時間も時間なんで、まあ普通に魔法と比べて他に比べるものは何もないみたいな。まあ、
そういう意味だ